スポーツライター、中日に大谷翔平がいれば、計算上は、6位28勝43敗から、2位39勝32敗になる。メジャーで三冠王が狙えそうな、この怪物スラッガーがもし、中日にいたら、セリーグはどうなっていたのであろうか。現在の中日は73試合を戦い28勝43敗に分けて、借金15、苦戦が続き順位は6位となっている。チーム本塁打は31本で、ほぼ大谷一人と同じ。240失点はリーグ2位の好成績ながら、198得点はリーグ最下位。12球団の中で唯一200得点に届いていない。RC は個人の得点能力を表す総合指標の一つで、打撃成績を得点に換算したものという捉え方もできる。中日のレフトの選手の RC は 18.3、大谷の RC は 78.3 だった。大谷の出場試合数の方が多いため、中日の消化試合数に合わせると 68.9 となる。つまり 18.3 から約50得点増えることになる。野手の守備力に影響されない奪三振、良し四球、被本塁打から算出される FIP は防御率に近い数値となるため、疑似防御との見方もできる。大谷の FIP は 3.60。一見すると、打撃成績と比べて飛び抜けた数字には思えないが、優秀な成績であることには間違いなく、大谷と置き換わる分の5投手の合計成績から算出した FIP 3.94 よりも高成績。これが日本時代と同じ水準に戻るとすると、FIP は 2.65 まで改善する。3.94 が 2.65 になるということは、約 67% にまで減っている。5投手の合計成績は48失点だったから、大谷が投げれば約32失点で済む。失点は16点減るようだ。ここまでの計算で、中日に大谷がいれば50得点増えて16失点減ることが分かった。そして得点と失点が分かれば、得点の2乗ある、得点の2乗プラス失点の2乗の計算で妥当な勝率を割り出せる。248得点、224失点の大谷ドラゴンズの予想勝率は5割5分けと見事に勝ち越し、73試合消化から引き分けの2試合を除くと予想される成績は39勝32敗で貯金7。しかも中日が現実よりも11試合多く勝つということは他球団がそれだけ負けるということ。阪神が中日戦で勝ち試合を2つ落としていたとすると、39勝31敗3分け。有効感で白熱の首位争いが繰り広げられていることになる。大谷いても1位にはなれんのか、優勝できないのか。そうですか。大谷の年俸分で他から補強した方が強いな。もう中日のことはほっといて。わえすっごい。大谷獲得するしかないだろ。ならないで。大谷にはぜひ、中日ドラゴンを買い取ってほしい。大谷監督の采配が冴え渡る。憧れるのはやめましょう。